はい皆さんこんにちは海外転売講師の黒澤敦です今回は公州品館宿泊先のホテルを出てタイ料理のお店北京路にあるタイ料理のお店タイリーダオタイシリャオリというんですが料理は料理オリいうのでタイはタイなのでね中国語でもこのタイリーダオタイシリャオリタイ地道タイ式料理日本語的に発音すればそんな 名前のタイ料理屋さんに行くという道順を皆さんにお伝えしたいと思いますホテルを出てカクンと右に曲がってずっと進んでいってで途中から文明炉、まあ、今違うところなんですがこれガオディジエですねガオディジエがあるんですがそこを通り過ぎてずっと真っすぐ進んでいきますその後文明路に入ってベイジンルー北京路に入ったところにある タイ料理屋さんに行くまでの道のの道りっていうのを皆さんにお見せしようと思います今回はブラ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 歩いていくっていう映像になりますのでとはいえやっぱり右にも左にもあ,あっちにもなんかこんなお店があるあんなお店があるって気になるところではあると思いますからぜひ映像をご覧いただきながら話す内容に関してはいろいろな話をしていければなと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますやっぱりですね 交渉路市場から帰ってきてまだまだ私は脳がシェイクされているような状況なんですよねでシェイクされてるっていうのはどういうことかっていうとやはり日本私は東京都調布市に住んでますけどこことは全然違う世界に私の場合は5泊6日約1週間弱ぐらいいたわけですよねでそこで自分自身のいろいろな殻が向けていくわけです 二ヶ月に一回殻がむけ続けている状況なんですよ、私は。二ヶ月に一回甲子を下ろしように行きますから。で、戻ってくると、自分のポテンシャル、自分の未来に対する前向きな気持ちっていうのがより強まってくるわけですね。で、その強まってきた、来ている結果、あれもしたい、これもしたい、毎日が希望で満ち満ちてるわけですよ。厳かな言い方をすれば。ですから、その結果、 脳がシェイクされてるっていうのは別に頭ガクンガクンが得られてるわけじゃなくって脳内の脳神経細胞がすごく活性化されてニュ,ーロンニューロンがすごい活性化されてるっていう状況に至っているわけなんですよねでこういった道をただみんなで歩いていくレストランに行くために6時に、まあ、正確に言うと6時10分頃に公衆悲観のホテルで集合して卸し場から帰ってきた 参加者の皆さんと一緒に歩いて徒歩10分15分ぐらいのところを歩きながら周りを見ながらぶらぶらと歩いてホテルから徒歩圏内のレストランいつも取るように最近はしてますから歩いていくこれだけでもやっぱりいろいろなプラスアルファの刺激っていうのが得られるんですよねで私にとっては甲州ていうのは本当にいい場所だなっていう,ふうに思います。 ざっくりいい場所だなっていうとどういうことがいい場所なのかっていうとやはり繰り返しになりますが我々が日本にいては決して味わうことのできなかった刺激を得ると同時に我々のポテンシャルっていうのも感じることができるわけなんですよだから結局自分たちの見えない世界が物理的に周りを見渡したら見えると知らない世界がある 知らない言語が飛び交っている、緊張する、疲れる部分もあると思うけれども、それ以上に我々っていうのが単純に観光で行ってるわけじゃないですから、セラーとして行って、こういうふうにもあり、上見たり、下見たり、横見たり、もうすべてが我々にとって未知の世界なわけですね。その中に身を投じる、三泊四日ツアーであれば身を投じることによって、 自分たちが今まで考えてもいなかったような場所が現実として存在しているという刺激を体感することによって我々自身のインナーセルフと言いました言いますけれども内部の自分たちのポテンシャル見えない可能性にも気づくというかまだまだ自分っていろんな可能性持ってるんだなってことにも気すると思うんですよ。結局 周りの大きな世界、宇宙っていうのは自分たちの心の中にも存在している。で、その存在にケンシロウじゃないですけど、気づかないわけですよ、多くの人っていうのは。潜在意識ですね。で、その周りの宇宙がブーンと広がる。むずっこい言い方しちゃいましたけど、簡単な言い方すれば、自分が見えてない世界を 見る、目の当たりにすることによって、自分の内側にも当分の可能性が秘められていることにも気づけるっていうのが、やっぱり講師卸市場行っていいなって思うことなんだと思うんですよ。だから、講師卸市場行って帰ってくると、私どういうこと起きるかっていうと、単純に動画の出すサイクルっていうのがめちゃめちゃ多くなってるんですよね。1日1本ぐらいにまと、 1>, めるというか1日1本ぐらいで我慢するつもりなんですけど、本当は2本でも3本でも出したいんです余談なんですけど私って本当に動画を毎日出すことがコンフォートゾーンなので動画を出さないっていうのがすごく居心地悪いんですよね動画を出すっていうのは要するに発信するってことですけどだからその発信したい発信したいって思いがあるんだけれどもずっと日本にいると特に 身内が亡くなって、父が亡くなってからって、やっぱり家族に時間取られること多かったから、自分以外のこと、物事に左右されることって正直多かったんですね。例えば、父の残した借金の大弁災、大弁災を行うだとか、あとは単純にお葬式だとか、四十九日だとかね。あとは残された母のこととか、うちの祖母のことだとか、そういったことに色々使っている時間と労力を使っている間に、 やっぱり忘れかけちゃう。で、これは別に誰がし、誰かが亡くなったことがどうこうじゃなくって、別に誰か亡くなった亡くなってないとかそういう話だけじゃなくって、我々って普段いる世界の中で、やっぱり自分以外のことを気にしすぎちゃってると思うんですよね。もっと気にしなくたっていいのに、気にしちゃってる。で、美化しようと思えばいくらでも美化できるし、 合理化しようと思えば、いくらでも合理化できるじゃないですか。でも、そこで、こういう言い方すると極端なのかもしれないですけど、もっと自分たちの幸せをまず考えてみてもいいんじゃないかなって個人的には思うし、自分たちの可能性をもっと追求していってもいいんじゃないかなっていうことを感じさせられるのがこの講習なんですよね。だから、遅かれ早かれというよりも、早かれ早かれ講習おろ市場ツアーに参加していただきたいというふうに思ってます。 それによって、やっぱり変わっていくんじゃないかなって。私自身はそうだったし、少しね、今回、ブラブラ一緒に、タイ料理のお店まで、歩いて行ってるようなつもりで話をしてるんですけど、私が公衆初めて行った時のことっていうのを少し、せっかくなんでお話ししようと思うんですね。私が公衆に初めて行った時って、もうすでに公衆をやっていたっていう話はしたんですけど、でもそんなお金なかったんですよ。だから、初めは、 公州に行くツアーの第1回です。第1回に私参加しないつもりだったんです、最初は。で、いやー、自分参加しませんなんてこと言ったら、この代行会社の、設電の代行会社の社長さん、ん私の物販の死でもある豊田さんが、え黒沢さん行かないの行こうよ、行こうよ。分割でもいいから、行っといた方がいいよって言われて、正直な話、渋々行ったんですよ、初め。 いやー、時期創生じゃないかとかね。時期創生か。時期創生じゃないかとか。要するに、私が今皆さんに言ってること、時期創生だって思う人もいるけど、別に時期創生であろうがなかろうが、そんなに大差ないから、もうなるべく早く言っといた方がいいよって言ってる。私自身が実ははじめ、もし講習行くの悩んでる方がいるとしては、その方と今全く同じ状態今というか、その当時全く同じ状況だったんですよ。今の皆さんと、当時の私と全く同じ状況だったんですよ。 いやーまだ商品の相場っていうのもよくわかんないし、お金もかかるし、まだ行かなくてもいいやと、行くのも結構億劫だしね、時間かかるし、5時間くらいかかるわけですから、いやーまだ行かなくてもいいんじゃないかな、もじもじ、うだうだしてたんです。実は私自身が。だからこそ皆さんに、でも行っといた方がいいですよって言えるのは、 うだうだしていて、もじもじしていて、いや、行かなくてもいいよ。いやいや、分割でもいいから、黒沢さん、行っといた方がいい、言われて行ったら、ああ、行ってよかった。行ってなかったらこの感覚身についてなかったんだ。この感覚っていうのがなかったんだと。この経験っていうのがなかったんだ。すんげえ疲れた。頭テンパった。私も二日目でパーンなった。疲れ、疲れてしゃなかった。 講師として行ったんだけど、他の参加者は私の要するに生徒さんですよ。生徒さんのことに気が気を配る。余裕も不十分だったと十分になかった。でも行って良かった。良かったっていうふうに思ったんです。私も皆さんと結局同じですよ。初めは本当に結局のところ物販始める時も。 お金なかったし、だってお金が大量にあって物販始める人ってなかなかいないんです。多くの人っていうのがアフィリエイトやったりネットビジネスやったりもしくはサラリーマンしてて、いやー、今のこのままじゃ自分らしくないと、もしくはこのままじゃ金銭的にもやばいみたいな時に物販を始めるんです。 でも、始めはやっぱり学費何十万かかるし、それとは別に買い付けの費用もかかるわけですよね。だからお金ないどうすりゃいいんだもう借金するか消費者金融かみたいなことまで考えて、私の場合はクレジットカードなけなしのね、20万、30万しか当時枠がなかったクレジットカード何枚も切ったりしながら、自転車創業でちょっとずつちょっとずつ買い付けしてった。売れない商品があって焦ることもあれば、売れた商品があるけれども、 思ったように追加買い付けできない本当は3050ロット入れたらバンバン売れるの分かってんのにお金がないから1213ロットでっていう感覚でもどかしいギリギリのラインをはいずり回ってたんですよねでそんな当時に自分が広州に行ったんですよしかも半ばね 無理やり引っ張られたような感覚で、いやー、甲州行くの大変だよ。だってもう中国怖いもん、みたいな感覚。そんな中で三泊四日行くのなんかな。でも絶対大変だと思うし、って言って。で、私が甲州に初めて行った時って、もうスコールがものすごくて、土砂降りの中みんなでレストランまで歩いてったんですよ。しかも参加者が第一回行ってそれなりに多かったから、 その中で、しかもアテンドの方っていうのも今は皆さん経験豊富だけど、当時は我々の公衆ツアーのアテンドとすれば皆さんも初めて。私も初めて公衆ツアー初めて。だから、みんなドキドキ緊張してたわけですよね。で、その中で、やっぱり、おのの至らぬところも正直あったと思うんですよ。私自身も慣れてないからめっちゃ緊張してたし、 なんかね、一尾って講師だからねっていうふうにかっこつけようと思ったけど、それ以上にこうワーン疲れて大変だった思いもある。でもそんな中で講師行って、それでも良かったなって思ったから、今私1月3月5月7月って講師2ヶ月に1回行ってる人間で、講師路し市場ツアーだってもう何回も行っていた結果、培われた我々のノウハウとコネクションがあるわけですね。 どこのホテルがいいこのホテルのこの道こう行ってこう行ってこう行ったらこういうレストランがあるこのレストランっていうのはすごくいいとで今まで火鍋に行ったりとかタイ料理行ったりとかあとは海鮮食べたり関東料理食べたりどういう料理をどういう配分で出したら皆さんの健康状態もベストにた保ててしかもそれでも大変な時っていうのはそれでも疲れちゃうからこの疲れを癒すためには2日目に足つぼマッサージを入れるだとか 3日目っていうのは、早めに少し夕食を切り上げるだとか、そういったことも考えて、10分単位で待ち合わせの時間とかね、集合時間とか、そういったことも考えて、で、皆さんがおろし所回ってる時も常にアテンドの人たちと連絡取り合ったりして、皆さんがどこで何してるかっていうのも話せるし、どこのエリアにどういうものがあるっていうのもどんどん情報、蓄積できてるわけですよね。だから我々も今回、ホテルから道府に進んでいけば、 料理屋さんに行けるかっていうのももちろん事前に下見してるわけですし、実は皆さんが卸市場回ってる間、当日ももう一度改めて下見行って、で、事前にレストランの中全部見て、個室も見て、料理も見て、で、この料理とこの料理とこの料理とこの料理,の料理っていうことも当日、全部決めて生徒さんの状況とか考えつつ、あ、こう料理、 まあこういう料理をこんだけ頼むとかそういうのも実は当日皆さんが卸地を回ってる間に来てあの2軒ぐらいレストランとか場合によっては回ってどっちのレストランの方がいいかどういう料理だったら皆さんがななんだろうな辛すぎるとかねあとはやっぱり食欲がなるべく湧くようにして栄養をつけていただいて翌日に備えていただくためにはどうすればいいかという配分も考えて。 皆さんの料理っていうのを用意させていただけてるっていう状況に至っているわけなんですよねだから、本当に自分で言うと手前みそなんですけど今までの経験我々のノウハウとか知識とか私が遠泊した時も甲州の周り高州品価の周りをすごく現地の友人たちとぐる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 回っていろんな場所こういうバーはどうだろうとかああいうバーはどうだろうっていうふうに開拓したわけなんですよね そういったものが蓄積された甲州卸市場ツアーですから皆さんは楽しむこと卸市場を回ることに集中してあとはやっぱり参加者の人同士で交流することに集中して良いツアーになれるように我々もエノシアの力持ちで尽力させていただいてますので皆さんもぜひ、やはり人生変えたいっていう気持ちがあって 海外展売始める方多いので人生を変える大いなる可能性の一つとしてこのツアーを利用活用していただければなっていうふうに思ってます我々もだからツアーの料金っていうのもガクンと5万円も落としてそれでもツアーを続けてるっていうのはそういうところに我々の思いっていうのがあるわけなんですね私の思いであり豊田さんの思いがあるわけなんですと言ってる間にもうタイ料理屋さん着きました 色々と話してしまいましたが最後までご静聴ありがとうございますまだまだ動画は続きます